ホッと一息でチャンネル。はい、こんにちは。テチャンネルのテチです。いつもご覧いただきましてありがとうございます。実はですね、実はということなんですけど、私、チャゲ&アスカさんの大ファンでして、かつてね、で、アルバムはもうほとんど全部持ってるんですよ。で、そうですね、ちょうど CD が出始めたのが、私たちが高校生ぐらいの時だったんですけど、まあでもその当時ってまだみんな LP レコードを買ってて、で、私がそうですね、就職した後ぐらいからだんだん CD が主流になってきてね、CD を買い始めた頃に、チャゲ&アスカのアルバムを、聞いたんですね。それから、ま、中学生の時に万里の川がヒットして知ってはいましたけども、まあ、あの当時ガムっていうグループがあって愛はかけろあれと同じ時期のヒットで、正直なんかどっちがどっちか分かんないっていう時がやっぱあったんですけど、チャゲアスのアルバムをですね、片っ端から聞いて、わあいいなってことでドハマりしましてね。で、ほとんどの曲は20代の時ってもういつもいつも歌ってました。過去は20代の時に、ちょっとしたライブをやった時の模様をアップしてますけども、チャゲアスの曲だけで、2時間半ぐらいのライブをしたんですよ。その時もう一人ねいまして、僕はアスカの方をやらせてもらって、でもう一人の方がチャゲの方をしてくれてですね、あとハモリのパートですね。で、あの頃は本当楽しかったなぁなんていうふうに思うんですけど、ちょうどそれをやったのが Say Yes っていう曲が大ヒットした頃でして、その前からチャゲアスが好きで、で、その人もチャゲアスが好きでなんか意気投合して、で、まあ歌を歌うならやろうよみたいな感じでやったんですね。そんな思い出がすごくありますけどもね、ウォークとかね、大阪南港のね、フェリーターミナルでなんかこう、プロモーションビデオみたいなの撮ったり、とかですね、そんなこともやっぱありました。僕はこの目で嘘をつくとかね、あの当時でしたけども、でアルバムの曲ってほとんど知ってるんですけども、今回本当久しぶりに、もう何年ぶり、もう20代の時以来だから30年、まあ20年、45、そうですね、25年ぶりぐらいですね、カラオケで歌ったのって。で、もうほんとずっと歌ってなかったので、ちょっと途中メロディーが飛んでしまったりとかねして、この間のカラオケでプライドとか、あとトゲとか、まあね、チャゲアスのファンじゃなかったらご存知ないかもしれませんけど、アルバム曲ですけど、そんなの歌って、その中で今回ですね、華やかに傷ついてっていう曲を歌ってみましたので、これも非常にきつい曲なんですよ。もうあの当時からこれきついなとか思いながらたまにカラオケで歌ってましたけどもね、今回それを25年ぶり歌ってみましたのでね、よかったらお聴きいただければと思います。チャゲ&アスカのナンバーです。華やかに傷ついて、どうぞ。あなたの影が揺れる、何も言えない言葉が浮かばない、夢を見てるようで下手ない訳繰り返す人、責める日には慣れないけど、恋の終わりはその場限りだけでも綺麗なわけを欲しがるのです。
飾れるものならば、飾れるものならば、華やかに傷ついて。向こう側で寒い心に日の早い冬がそっと目隠しをした。別れを引きずるつもりはないけど、そんなに答えを急がないで。誓った弓が心変わりに震えています。恋の終わりはやっぱりどっちかというと失恋ソングが多かったのかな、やっぱそんな感じがしますね。叶わない恋とかそういったものがすごくこうなんか歌になってた気がしますね。でもやっぱり人の悲哀を歌う時ってやっぱりこう失恋が一番こう題材になるというか、やっぱり誰しも一度は経験していることがあると思いますんで、だから共感できる部分があるのかななんていうふうには思いましたけどもね。今後またチャゲアスの曲もですね歌えたら歌いたいななんていうふうに思ってますね。またアップをするかもしれませんけども、よかったらお聴きいただければと思います。ということで今回はチャゲ&スカのナンバーから華やかに傷ついて歌ってみました。それではまた次回、じゃあ参りますよ。最後です。ちょっと待って、それでは参りますよ。いきますよ、せーの、指ハート、ありがとうございます。